サフォークは、アメリカ合衆国バージニア州南東部に位置する都市。バージニア州法の規定により、いずれの軍にも属さない、独立市となっている。ノーフォークの南西に立地し、同市の郊外都市となっている。ノーフォークの7倍以上、1036キロ平方メートルの広い地域を有しており、地域面積では、ハンプトンローズの湾の周囲に連なる7市の中で、最大、 かつ、バージニア州全体でも最大である。しかし人口は7市の中で最も少なく、2010年の国勢調査では人口84,585人であった。ノーフォークを中心に9市7軍にまたがる。ハンプトンローズ都市圏は9市7軍にまたがり、167万1,683人の人口を抱えている。サフォークは1742年に、 バージニア植民地のナンスモンド川沿いに,にある港町として始まった。当初、コンスタンスのウェアハウスとして知られていた。この町は、ウィリアムグーチ総督のイングランドのイーストアングリアに、ある故郷サフォークにちなんで名付けられた。サフォークはその歴史の初期で、サウスハンプトンローズの東の地域へ、陸から入る、交通の玄関になった。南北戦争の前に、 ポーツマスロアノーク鉄道とノーフォークピーターズバーグ鉄道がサフォークを通って建設され、これらが21世紀に CSX トランスポーテーションとノーフォークサザン鉄道によって運行される一級鉄道の初期前進となった。その他の鉄道や主要な高規格道路が後に続いた。1863年4月、南軍のジェームズ・ロング・ストリート将軍は、 サフォーク市で北軍を包囲した。これは小さな作戦だったが、戦乱で荒れ果てたバージニア中部に駐留するロバート・イーリー軍にとって大変重要なことだった。これが成功すれば南軍は北軍の支配下にある大量の物資を集めることができるはずだった。周辺地域で栽培されたピーナッツがサフォークの主要産業になった。 プランターズ・ピーナッツ会社は1912年にサフォークで創業された。プランターズ・ピーナッツのマスコットであるミスター・ピーナッツはサフォークで生まれた。長い間使われている地元の FM ラジオ局のコールサインである WLPM は世界最大のピーナッツ市場の頭文字である。サフォークは長い間ナンスモンド郡に取り囲まれていたが、1808年に 調整をしき、1906年には、独立市となり、その後1974年には、ほんの18ヶ月前に独立市となっていた元の、軍との相互合意によって統合し、さらに郊外の未編入町であるホランドとホエーリービルを取り込んだ。新しく統合された市は、サフォークの名前を採用し、バージニア州で、面積最大の都市が生まれた。サフォークは、 北緯36度44分28秒、整形76度36分35秒、北緯36.74111度、整形76.60972度、36.74111-76.6097221する。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は429.1平方マイル。 このうち陸地は400.0平方マイル、水面は29.0平方マイルで、水域率は6.77%である。大きな湿地であるグレートディズマルスワンプは一部がサフォークに入っている。サフォークはハンプトンローズ都市圏内で最大の地域面積を有する都市である。2008年4月28日。 改良藤田スケール EF3 の竜巻がサフォークを襲い、その日の午後遅くに、市内や近くの地域社会に大きな幅で莫大な被害をもたらした。2008年4月28日の竜巻によるサフォークの被害状況を東部時間午後4時過ぎ、竜巻が何度も襲い、通り道となった市の中心街北部や西部。 近くのサンタラオビチ病院や未ン入庁のドライバーを襲って被害を与え200人以上が負傷した。120個以上の家屋と12の企業が重大な損傷を受けた。バーネットミルやヒルポイント農場の一部は特に被害が激しく、ドライバーの歴史的建築物のいくつかも損傷した。しかし、ドライバーに近くハンプトンローズの大半に電波を送っている。 アンテナ農園に位置する大きなラジオテレビ中継等は重大な被害を免れた。ティモシー・ケイン知事は緊急事態を宣言し、周期間に立ち直りと後、片付けを支援するよう指示した。ハンプトンローズ中の警察や消防がサフォークに派遣され、損害を受けた地域の権益と後、片付けを支援した。5月1日、損害総額は2000万ドルと推計された。 竜巻を撮影した映像4分16秒地元の公共教育制度であるサフォーク公共教育委員会は13の小学校、4つの中学校、3つの高校及び1つのオルターナティブスクールを運営している。サフォークが成長してきた初期はその位置と交通における価値で加速された。このことは21世紀に入っても 大きな要素であり続けている。グレートディズマルスワンプ国立野生生物保護区には、ワシントンディッチなどを入り口として、ホワイトマーシュ道路経由で入る、何十マイルもの道がある。ゴッドウィンブールバールから、ローンスタート湖市民公園にも自転車道がある。この市民公園には4マイル以上の岩の道もある。自転車が通れる交通量の少ない田舎道も多く、ある。 サフォークに隣接するスミスフィールドでは、環状になった2.5マイルの自転車道を含むナイク、パイクと呼ばれる、私立の設備がある。サフォークはもともとナンスモンド川の、航行可能な上限にある港だった。ナンスモンド川は、ジェームズ川川口近くに流れ入り、不登校であるハンプトンローズにつながっている。南北戦争前に、 サフォークを通る二つの鉄道が開通し、後には、さらに四線がつながれた。これらは1960年頃に始まった、北米大陸鉄道の現代統合時代に統合された。今日、サフォークには三つの鉄道路線があり、バージニア州鉄道、公共輸送局が検討しているリッチモンドと、サウスハンプトンローズをつなぐ高速旅客鉄道が通る。 可能性がある場所に位置している。サフォークには、アメリカ国道17号線、13号線、58号線、258号線、及び460号線が通っている。ハンプトンローズベルトウェイの一部である、週刊高速道路664号線は、市の北東園をかすめている。州道10号線も、地域の主要道路である。2006年、サフォークは、 バージニア州の独立市では、監修となっているように、バージニア州交通局から道路系の管轄を引き継いだ。ただし、1932年のバード道路法で、バージニアの第二次道路体系を作ったので、軍部や町の大半では、これが道路を維持している。1970年代に、元のナンスモンドー軍が、独立市となり、サフォークと合併した時に例外が、 州議会によって作られた。州は2006年7月1日までサフォークの主要道と二次道路の維持を続けていた。1992年に観光した4車線のモニターメリマック記念ブリッジトンネルの南端がサフォーク市内にある。1928年頃に州道125号線でナンスモンド川に架かるキングスハイウェイ橋の所有権と責任について、 バージニア州交通局とサフォーク市の間で議論があった。この橋は安全上の理由で2005年にバージニア州交通局によって閉鎖された。着火タックとドライバーをつなぐ。この橋は1日約3300台の利用があった。キングスハイウェイにかける新しい橋の公費は4800万ドルと見積もられ、通行量を徴収しても回収は不可能である。 2007年、バージニア州交通局は、橋の取り壊しと除去について契約すると宣伝した。新聞によると、代替施設が計画されていない状況でこのような行動を取るのは、バージニア州交通局の歴史でも、初めてのことである。バージニア州は現在、サフォーク日市のアメリカ国道460号線から、 ピーターズバーグに近い週刊高速道路295号線まで大きな再配置と改良について官民共同事業の提案を審査している。1995年、バージニア州議会は官民交通法を成立させ、交通の改良を設計し、建設し、予算手当し運営するための革新的解決法を提案するときに民間が入ることを許した。 新しい道路は通行量の徴収で予算が賄われる。ピーナッツを運び出すレールボックスの有害者現代でも、サフォークはピーナッツの大きな加工所であり、鉄道と高速道路輸送の中継点となっている。サフォークには、産業、製造業、物流、小売及びサービス業、さらには活発な農業といった多様な組み合わせがある。プランターズピーナッツは現在、 クラフトフーズに所有され、主要な雇用種であり続けている。サフォーク市で、その他の大きな雇用主は、ユニリーバ、ディープトン、ウォルマート、ターゲット、QVC があり、さらに二つの大きなモデリングとシミュレーションの会社、ロッキード・マーティンとレーセオンがある。ロッキード・マーティンは、サフォークにイノベーションセンターを置いている。このイノベーションセンターは敷地が、 灯台の周りに作られ実際に灯台を取り囲んでいるので灯台と呼ばれている。2002年新しくルイーズ・オビチ記念病院が完成し開所された。この病院は2005年にサンタラヘルスシステムに買収された。毎年秋、サフォーク市ではサフォークフェスティバルインコーポレーテッドのピーナッツ祭りが開催される。2007年のピーナッツ祭りは 開始から30回目を数えた。サフォークの日刊誌は、地元のサフォークニューズヘラルド、ノーフォークからのバージニアンパイロットおよびニューポートニューズのデイリープレスがある。その他の新聞として、ポートフォリオウィークリー、ニュージャーナルガイド、及びハンプトンローズビジネスジャーナルがある。ハンプトンローズマガジンは、 サフォークとハンプトンローズ地域の各月間の地域雑誌である。サフォークには様々な AM と FM のラジオ放送局があり、中継等はハンプトンローズの周辺にある。サフォークにはいくつかのテレビ放送局もある。ハンプトンローズ指定市場には71万2790世帯がいて、国内では42番目の規模である。 全国ネットワークの系列局として、w t k r t v チャンネル3、w ェ b b チャンネル10、h o b b t v チャンネル13、WGNT チャンネル27、WTVZ チャンネル33、WVBT チャンネル43、および WPXV チャンネル49がある。公共放送サービスは、h o o t v チャンネル15である。 ノースカロライナ州のアウターバンクスからビスキーチャンネル4とハンプトンからの WGBS チャンネル7のような独立放送局からの電波も受信できるケーブルテレビのチャーターコミュニケーションズも利用できるディレクティビートディッシュネットワークはサフォークのケーブルテレビ選択肢として人気があるサフォークは一つの都市と姉妹都市を結んでいるありがとうございます